改めまして、相模原八重高等学校の池田と申します。本日はご参加いただきありがとうございます。私からは1年目職員より職種紹介ということで、行政職として入庁して1年間担当してきた業務や自身の採用試験のことについてお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず私の所属や担当している業務についてお話ししていきたいと思います。所属は教育委員会が管轄の県立高校で、学校事務職員として勤務しております。教員と違い学校事務はなかなかイメージが湧かないのではないかなと思います。学校事務を簡単に説明すると、総務、財務、学事の3つに分けられます。総務は職員の人事、給料、福利厚生を、財務では学校の予算、財産の管理など、学事では生徒の学籍、証明書等の発行をしています。学事は学校ならではの業務なのではないかなと思います。これらの業務がそれぞれ生徒、職員、教職員のサポート、学校運営を担うことにつながります。こちらは実際私が働いている職場の風景になります。職員室は教職員の方がいらっしゃるのですが、学校事務職員は職員室と別に事務室という場所で事務作業を行っております。写真のようにパソコンに向き合って業務をすることも多いですが、校内を回ったり教室を往復することもあります。次に私が担当している業務を説明させていただきます。担当している業務としては、就学支援金、奨学給付金の支給に関すること、日本スポーツ振興センター災害救済給付金、入学者選抜に関すること、職員の給与、福利厚生に関すること、財産に関することを行っております。これらに合わせて学校の来客対応などもしております。では次に私の1日のスケジュールの方を紹介していると思います。8時25分から始業なので、いつも15分ぐらい前に着くようにしています。到着したら業務の準備や先生への依頼をします。8時25分から始業となりますので、まずメール、文書の確認をして1日のタスクを決めております。また教職員の朝の打ち合わせがありますので、そちらを聞いて学校の全体のスケジュールを把握していきます。生徒さんの登校時間になりますと、事務室にやってくる方もいらっしゃるので対応していきます。大体9時半ぐらいまで朝のバタバタが続きますので、落ち着き次第自分のタスクをこなし、報告書の作成や提出された申請書類の審査をしていきます。お昼休みは12時から45分間で、お昼を事務室内で取っていきます。業務再開時間になりますと、また生徒さんが事務室に来る時間帯になりますので、随時対応をしていきます。午前中に審査した書類に合格にすることがある場合は、保護者の方に連絡をしております。それが終わりますと、会計文書などを作成して上司にチェックなどをしていただきます。定時になりましたら、明日の業務の準備をして17時から17時半あたりに会場をしております。ちなみに会場後はかなり自由時間がありますので、自分の趣味に時間を当てて過ごしております。ここまでは担当している仕事内容を中心に話してまいりましたが、ここからは新職員を志望し、実際に入庁してから感じたことを中心にお話ししていきます。まず私が神奈川県職員を志望した理由をご説明していきたいと思います。一つ目としては、生まれ育った市だけではなく、他の市町村に関わる広域的な仕事ができる県の職員が魅力的に感じ志望しました。それがまず軸にありまして、観光や教育に関することに携わる仕事を行いたいと思っていました。二つ目には、長く働くとイメージしたときに、一つの側面だけではなく、さまざまな分野から県民生活を支えていくことができますし、自分の成長につながるのではないかと思い、
申しました。では実際入庁してどのようだったのかと説明していきますと、入庁してすぐ大きな仕事を任せられたのは非常に驚きました。特に先ほど担当業務で就学支援金というものがありましたが、こちらは各ご家庭の授業料に関するものなので大きな責任を感じました。また担当する業務も考えていたように多く悩んだ時期もありました。しかしメンターをはじめとする周りの先輩方によく声をかけていただいて、非常に相談しやすく一人で抱えることなく業務に励むことができました。ちなみにメンターとは新採用職員に助言をしてくれる先輩職員のことです。私の場合は隣の席の先輩職員がメンターで、この1年間さまざまな面でたくさん助けていただきました。入庁したてで右も左もわからないという中で、身近で相談しやすい環境があったのはとてもありがたかったです。やりがいという面では、生徒さんや保護者の方など関わった方からの感謝の言葉やお手紙をいただけた時にはとても嬉しく、頑張ってよかったと感じました。最後に実際私が行った試験面接対策を参考までにご紹介いたします。筆記試験では数的処理と経済学が得点源になると思いましたので、毎日5問ずつ様々な単元から解くようにしました。また面接対策では神奈川県がどのような特性のある地域なのか、推進している政策は何かを理解し、希望理由に関連して説明できるようにしました。自分がどんな公務員を目指したいのか整理して自分の言葉で話せるようにもしました。就活中はなかなかモチベーションが保てないなど、そういうことがあるかと思います。しかし少し立ち止まって自分が働くイメージを持つということも大事だと思っております。今日のこの場がその手助けになればと思います。ご清聴いただきありがとうございました。私からの説明は以上になります。